天井歩行と一緒か。川崎リハビリテーション学院理学療法学科では3年間の講義及び充実した臨床実習を通じて知識・技術の習得だけでなく豊かな人間性を持った理学療法士を養成します。理学療法は身体に障害のある人に対して主に基本的動作能力の再獲得を目指して運動療法、物理療法、日常生活動作練習などを行います。また障害を持つ方に限らず様々な年齢の方に対する健康管理、身体機能維持への関わりやスポーツ選手がより高いパフォーマンスを発揮するための支援など対象となる年齢、分野は多岐にわたります。頑張れ。理学療法学科では理学療法士としてより良い治療を提供するために解剖学、生理学、運動学などを基盤とした身体の運動に関する幅広い知識、各種疾患についての病態・症状などの臨床医学、疾患別の理学療法を習得していきます。川崎リハビリテーション学院は川崎医科大学附属病院の中にあり、リハビリテーション科病棟やリハビリテーションセンターと直結しています。教員は川崎医科大学附属病院の職員として毎日患者さんに向き合っている現役理学療法士でもあります。リハビリテーションの最前線に立つ教員と川崎学園の施設を十分に利用することで全国の医療系技術者養成校の中でも学費をひときわ低く設定することが可能となっています。他に類を見ないこの充実した実習環境、学習環境の後押しもあり、理学療法士国家試験合格率は開学以来ほぼ 100% を維持し続けています。卒業生の主な就職先は総合病院、リハビリテーション病院です。就職率もまたほぼ 100% を維持し続けています。この高い就職率は川崎リハビリテーション学院が国内で5番目に歴史を持つ理学療法士養成校であり、卒業生の多くが全国の各施設で指導者的な立場で活躍している実績が評価されているからでもあります。